帝死流帝死流から1661年11月24日は中国明朝末期に中国南部及び日本などで活躍した貿易省、海賊、官員である。ジワはベキ・ヒニジ。彼は、貧乱語、南京漢は日本語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語を話し、剣道を得意とし、スパニッシュギターも弾けたという。弟に、帝死バトラ、 定芝表定広士王子、重帝に定芝太い。子に、定成光と田川七左衛門の二人の息子がいる。1604年、福建省、南安市に生まれる。18歳の時に父が死亡し、母方のおじを頼りマカオに赴き、木ほどの下で経済学を学ぶ。この頃、カトリックの洗礼を受け、ニコラスという洗礼名を授けられる。 西洋の文献には、ニコラス・イーキンと記されている。1621年には、台湾や、東南アジアと主因戦貿易を行っていた、中国系商人の離談、または、元司祭の参加に加わる。日本の非全国平戸島に住むうち、平戸藩士、田川七左衛門の娘である松と結婚。後に、息子の定聖公が生まれている。1624年には、 活動拠点を日本から台湾竹の港に移した。1625年、リーダーであるリアキラカ、岩子祭の死亡により、彼の船団を受け継ぐ。船団は戦績もの船を保有して武装化も進めるなど、海賊としての側面も有していた。台湾南部にオランダ人の入植が始まると、祭主を連れて、中国大陸へと渡る。当時、 福建省周辺で最も強い勢力を持った武装商団となる。1628年、福建遊撃に任命され、李海樹、翔武氏、劉香里などのかつての仲間たちを聖罰する。福建省に干ばつが襲うと移民を引き連れて台湾へと向かい、豊富な資金援助を持って開拓を進めた。当時、台湾南部はオランダ東インド会社が統治しており、 オランダとの国際貿易で巨万の富を築いた。1644年には亡命政権である南米の福王から南安白に封じられ、福建省全域の政長に対する軍籍を追う。1646年には王道州との対立などで南米政権から離れる。この時、意見の違いから、この成功らとも分かれ、政長に降伏する。成功は、 父の勢力を引き継いで、台湾により、民の復興運動を行い、清氏に抵抗したため、死流は成功の怪獣を命じられるが、成功がこれに応じなかったため、謀反の罪を問われ、去年58、ありがとうございます。